はい、こんにちは、ゴムさんです。マクラーレンホンダ MP4-5 ですね。続きやっていきます。前回ですが、まあ足回りのね、アーム類、エンジンね、ホイールね、であとラジエーターとギアボックスとかね、アップライトですね、あとこういうね、細かなパーツ、シルバー、ここ映ってないね、こういうやつですね、こういうやつね、シルバーと黒の塗り分けで、あと黒とシルバーの塗り分けということでね、やりましたけども、エンジン若干コムさん狙ってたより黒くしすぎたかなと、こんな感じね、黒くしすぎたかなっていう感じはしますけど、まあまあ肉眼で見る限りはちょっとこうね、色合いも違ったりとか、いろんなとこあったりで、まあいいかなっていうところですね。このパーツはなかなかいい感じでできてるんだけど、これはね、おそらくカーボンとパイプの組み合わせなのかな、おそらくね。まあ今ちょっとバラしましたけどね、これですけど、これのね、細かなね、塗装をさっきしようかなと思うのと、あとね、まあやりようあるとしたらね、この塗ったブラックをこう削っていく、ちょっとね、もう乾いちゃってるんで削れないかな。やったすぐやったらね、あのエナメル塗料、エナメル溶剤でゴシゴシってやってやったら結構取れるんですよ、この、なんだ何が面白い、セミグロスブラックね、セミグロスブラック出てこないね、もうダメですね。こうやってね、あ、もう乾ききってるから無理かな、拭いてね、すぐぐらいやったらね、いけるんですけどね。そしたらこのネジの部分がね、シルバーがね、出てきてくれるんですけどね、ちょっとこれ、ちょっと荒技ですけど、デザインナイフでちょっと黒をクイクイってやってみようか。あ、いけるね。あ、いけましたね。これの方がいいね。はい、よーく見たらわかると思うんですけど、ここね、2個目と3個目。シルバー出てるの見えるでしょうか、これ。よーく見ないとわかんないですが、ちょっとキラッとしてますよね。もうこのちっちゃさなんですよね。この大きさ。で、ここらね、黒いままですよね。はい。だからこれやっぱりね、こういう感じでいきます。もうシルバーね、ちょんちょんで塗るっていうね、塗ってもいいんですけどね、塗るというよりも下地にシルバー入ってるんで、これを削っていくっていう感じの方が、いいのかなっていう気はしますね。はい。よりちっちゃくね、よりちっちゃくネジの表現ができるんで、あ、いけましたね。なかなかいいですね。もうほんま見えにくいですけどね。いいです、いいです、いい感じ。この下地にシルバー拭いたのやつも活かすっていうね。下地のシルバーもね、結構、クレオスさんの、なんだったっけ、スーパークローム、シルバー2ね。なんで、しっかりとした塗料なんでね、あんまり傷みませんので、はい、しっかりと削っても残ってくれるって。削るというのはブラックだけ削ってるんでね。優しいタッチでちょいちょいと削るだけ。もしかシルバー取れちゃったら塗る？だからホンダのね、このロゴあたりもあのエナメル溶剤で拭き取って取れるかなって思ってたんですけど、ここはね、ちょっと微妙なんで、周りまで拭き取れちゃったらね、まずいんで。ちょっとやめとこうかなっていうところですね。
こんな感じですね。あとこの中ね、中の点々があるの、これ分かるでしょうか、全部シルバーでできたのね。ここもね出てますよね。こんな感じでね、この辺の作業はやっていきます。で、またね、シルバー、もっとシルバーのとこあると思うんで、そのあたりはまた塗装するとかね、やっていこうかなと思います。だからね、この要領でもしかあれやったら、このホンダのロゴもこれあのペーパーで削るかね、あのまあ、綿棒でね、あのエナメル塗料のシルバーをあの塗るっていうやり方もね、今まであったと思うんですけど、それでもええかなとは思うんですけどね、それでもええとは思うんやけど、もしあれやったらペーパーでこすってシルバー味を出すか、ね、カッターでやるっていうのはちょっとね、こう荒技すぎてね、全体にバランスが悪くなっちゃうと思うんで、ペーパーでこすってね出すか、このキットね、あの多分おそらくまだちょっと確認してないんですけど、デカールついてると思うんですよ、ホンダのね。だからホンダのねデカール使わへんかったら他の何かにね流用できるんで、ほんまはねこっち塗装でいけるんやから塗装でいきたいんやけどね、そしたらね何かに流用できたりするんで、はい、いけたかな。よし、非常に見えにくいですが、見えにくいそのなんていうかな良さですね。こんなちっちゃくないね、多分シルバー塗ってもええんだね。うん、でもねこれここ実写の方ね、ここの部分にね、なんかこう全体がシルバーっぽいっていうかね、ワッシャーみたいなのがあるのかな、これはっきりちょっと見えないんですけどね、画像ちょっといい画像のやつ見てみようかな。あーそう、あーワッシャーでもないのか、うん、結構ね丸い、これあの画像はあんまり見せたらあかんと思うのでね出さないですけど、結構大きい丸のシルバーが映ってるんで、はい、あのこれを表現するのはこのちっちゃさでは難しいんでね、もうできたらちっちゃい方がいいんで、もうこうしときます、このちっちゃいシルバーに、はい、コムさんはこうしときます。なんかもうちょっとあのシルバーね、ちょんちょんと大きいシルバー塗ってもいいのかわからないね、はい、これこの辺はねもうちょっとあの置いといて、今一応ねこれでやろうかなって、ちっちゃくていいからこれでやろうかなってやってみたんですけど、こういう感じで置いときますけども、もしあれやったらこれもうちょっとこうちょんちょんと塗るかもしれません。またねやり直しはね結構やっていこうと思ってるんで、はいはい、そんなとこでねこれは OK、はい、一回ねこれシルバーペーパーやってみましょうか。ね1000番やったら早すぎるからラプロスでいこうか。これねホンダのロゴのとこだけね綺麗にこう擦れるかどうかっていうのも問題やねんけど、一回やってみます。で擦れちゃったらね、まだ塗装して削れちゃったらですよ、周りが削れすぎたらまだ塗装してね、ラプロスやったら遅すぎるか、4000番でいこうか。こうペーパーっていうのはね、あのこう、まんべんに削れてるようでね、実はまんべんに削れてないんですよね。だから偏りが出るかもしれないんで、あんまりいい手か、いい手じゃないかもしれないですけどね。あ、出てきてるな。
これは微妙やな。1000番のこのまっすぐのやつでいこうか。エッチ出たメールですかね。エッチね、出ましたね。エッチで出ますね。はい。これでいこうかな。これで一回やってみてね、いまいちやなと思ったらね、塗装しますよ。刺繍ってね、あの綿棒で塗るか。ちょっと今からね、あの、あれ、ちょっと確認してみます。デカールね、デカールでもいいんですけどね。これはこれでいいんじゃないかなと思うけどね。本立て出たメールでしょうか。本立てね、出てますよね。これはこれでええかなと思うんですけど、やっぱりシルバーはスッと塗ってる方が綺麗かな。はい。あとデカールあるのかな。ちょっと深くにしてみましょう。デカールは、あ、本立てデカールありますね。これホワイトなんですね。うん、これ貼る方が綺麗かもしれないですね、はい、もしあれやったらこっちに振りますね、デカール、うん、まあね、実写ね、汚いところもあったりするからこんな感じでもいいかなと思うんですけどね、はい、これはまあこうして置いときましょう。まだちょっといろいろ考えますね。一気にね、慌ててやるほどのことでもないので、はい、はい、で、あとね、これですね、黒とシルバー塗り分け、このね、スプリングの中のこのね、棒の部分のね、がシルバーと綺麗にね、黒が塗り分けられてると。スプリングもね、艶ありのブラックでね、いい感じで塗れてると思うんで、はい、OK ですね、仕上がり OK ということで、はい、できました。そしてね、これギアボックスのね、これタンクね、タンクツヤありなんですけども、ちょっとツヤありすぎたかなっていうね、気はしますね。もうちょっと半ツヤでもよかったんかな。うん、まあでもタンクでこんな感じかなっていう気がするんですけど。あと、このね、このあたりの塗り分けというか黒、ブラック塗装なんですけど、これもシルバーやって塗り分けたんで、塗ったんですけど、もうちょっとこれもね、薄かった方がよかったかなって。このヘッドの部分はね、割といい色出てます。真っ黒じゃなくてね、ちょっとこう、金属っぽいというかな。色残ってますね。下がちょっと塗りすぎたかなっていう気はするんやけど、はい、まあいろんなとこあるんでいいかなっていう気はしますね、はい、あとシルバー塗ったのと、でホイールですね。ホイールはもういい色出てます。結構ね、うん、いい色、いい感じになりました。コムサンゴミのね、
いい感じのセミグロスブラック系の、ね、塗装です。完全に真っ黒ではなくてっていうかところですね。あとこのアーチ周りのね、アーム類はね、もうセミグロスブラックなんで、こんな感じでしたね。はい。そしてね、これ。これはちょっとあれだ。これもね、いい感じの出てます。セミグロスブラックでね、完全な黒じゃないですね。この縁はね、縁もまあこんなもんかな。あとこのメッシュの部分ですね。メッシュの部分がどうかなっていうところですよね。どう表現しようかなと思ってるんですけどね。黒指定なんでね。はい。これもまあいい感じですね。はい、そう。これ、エキゾーストパイプ、駅前にね、もう一回ね、塗装はやり直しました。ちょっとね、治るやろなと思ったけど、汚かったんで、もう一回こう、綺麗にね、磨いて、で、溶接コーンね、溶接跡をこんな感じでね、表現し直しました。こう、凸の方でね、やり直しました。で、これね、実演してないんで、しとこうかなと思うんですけど、今、偶然ね、ここ、取れちゃったとこがあるんですね、ここに一本。こっちか。これは多分ついてるんで、これね、取れちゃったんで、これを実演しようと思うんですけど、あ、まだこれ塗装していくんで、今からでも、全然大丈夫なんでね、やっていこうかと思うんですけど、つまようちが、もう簡単です。トムさん的、溶接、あと、溶接コン、表現ね。もうこれです。GP クリア。GP クリアはね、こんな感じで。これも塗装の中に入ったら強いしね。GP クリア自体がね、すぐ固まってくれるんで、これをね、ちょんとつけて、ビーって引っ張ります。細くね。わかんない。もうほんの少しの、出っ張りがあれば、これは表現できるんで、これも言っておこうか。ちょっと目立ちにくいんでね。こういう感じで細い紐を作りますね。紐状にね。糸状か。で、こう、パッと塗るだけですね。で、こういうライン。これがね、ぐちゃってついちゃうときあるんで、その時はもう取ってね、やり直すという感じかな。はい。で、もう、細くてもね、細くてもいいか、薄くてもね、多分こう、出っ張りが見えるんで、大丈夫です。それで OK だと思います。はい。あまりこう、つくついてるもんね、ついてるのもね、変な感じするんでね。はい。こっちもね、やってますと。こっちは、ここをやり直しとこうかな。これね、フレッシュな GP クリアのうちじゃないとね、うまく伸びないんで、あまりつけすぎてたりとか固まってると、ごちゃってなっちゃうんでね。このね、間はね、ちょっとやりにくいです。次のとこについちゃうんでね。はい、つかないよ。ついたらね、あ、もうこう取っちゃうね。こんな感じでね、すぐ剥がれるんで、余分なとこついたやつはね、取っちゃいます。で、歪んだりしたやつはね、こう、ちょっとこうピピッと、乾いた時にね、乾いてからこうピピッとやるとね、治る。はい、こんな感じかな。はい、できました。そしたら、今からね、この焦げ色を塗装していこうと思います。はい、さっきのね、続編の話なんですけど、ネジの部分はこのまま削ったままでね、こんな感じなんですね。で、ホンダのね、文字ね、綺麗に取れましたので、で、デカールがね、白なんですね。だからね、もうこれでいいかなと思います。はい、いい感じで出てるんで、あとまあ気になるやったらデカール貼るかなっていうぐらいで、綺麗にできたのでね。はい、で、焦げ行くんですけど、これコムさんのね、動画でもね、たまに出してると思うんですけどね、コムさんのオリジナル、ちょっと字汚いですけど、オリジナルの焦げ色でね、こんな色の焦げ色の塗料を作ってあります。これね、もう随分前に作ったやつなんで、ちょっとね、気に入らないところもあるんです、実はコムさん的には。というのは、メタリックじゃ、この銀のね、粒がでっかいんですよ。なんかこれを使って、
こういう系を使ってこれを作ったら細かい、メタリックっていうかな、うん、銀の粒子が、出るんで、それの方がねいいかなと思う。これちょっと荒いんでね、うん、いまいち気に入ってないっていうか、もう今となってはですよ、その時はめっちゃ気に入ってる、まだだから今でも使えるんですけどね、一回まあやっていきますね。ゆるゆるでね、このマシンの MP45 の、エキドスパイプは、まあ、一回これシルバーに塗ってますけど、もうほぼほぼ茶色、ほぼほぼ茶色なんやけど、ちょっとこうねギラッとしたとこも今回残したいんで、完全にはねもう茶色くしないですけどね、これ完全に茶色くしよう思ったらこれをねこうよくよく塗っていけば、ドバーッと塗ったらまたこうビヤーッとこう、ね、伸びるというかだれるっていうかね、どういったらいいのかな、こうね広がっちゃうんでね、薄いとこも濃いとこも出ちゃうっていうか、こうちょっとずつねこう乾かせながらっていうかな、この時点で青赤入れてる方が良かったんかな、これまあさっき入れてからでもええかな、どっちの方が良かったのかなっていうところですよね。でこうねこのぐらいで中途半端に置いちゃうとまた違った感じのねエキゾースパイプになっちゃうんで、もうちょっと濃ゆくしていきます。で焦げたとこね、よく焦げてるとこと、よく焦げてるところってこの辺とかこの辺とかですよね、ここらとかね、だからここらを濃ゆくしていきますね、こういう感じで、これもこうちょっとずつこうじわーっとね、あまりブラシ近づけずに、ブラシガッと近づけちゃうとね派手るというかな、塗料がこうバーッと派手ちゃうんですよね、弾かれるというかね、こういうふうに、ね、出っ張りのこっち側からね焦がしていきます、焦がしていきますね、いい表現ですね、焦がしていきますってね、塗っていきますじゃなくて焦がしていきますっていうね、それがどうしたんやっていう話ですけど、これね意外というかな、割とねこの何ていうかな、塗料はロスいりますね、ロスいります。はい、ここいい感じで焦げたの分かるでしょうか。あ、やっぱり画像の方が明るく映っちゃうんやな、もう結構ね肉眼で見るのはもう焦げてるんで、このぐらいにしときます。画像ではちょっと焦げ足らないか分からないですけどね、あ焦げてるんやなって思っておいていただいたら、この辺ね乗せていきます。ゆるゆるで出さないと塗料結構ね飛んでいっちゃうんで、ロスするので、でこうですね、こう出っ張りに向かってこういう角度でね、こう置いてこっちから拭くみたいな、こういくとここにかかってビーってなっちゃうんで、こういくとここに、ね、乗っかってくるんで、こっちから焦げてるんやなっていうふうに乗っかっていくんで、この辺りの工夫はちょっと欲しいですよね、拭き方っていうのかな、拭き加減ですよね。全体についちゃうとね表現いまいちになっちゃうんでね、全体に茶色くしつつ部分的に濃くしていくみたいな、今ここ焦がしてるんですけどね、で次ここ行きましょうか。範囲を狭めたいときはちょっと近づけてゆるゆるでね乗せていく感じですね。で全体に茶色くしたいときは遠くにすると全体にかかっていってくれるんでね、見えないとこも見えないとこも気を緩めずにしっかり焦がしていきます。
で、だん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 ね、色乗ってきたら、もうちょっと足らんなっていうところが出てくるんですよね。もうちょっと足らんなっていうところは、また乗せるみたいなね。あ、そうそう。あとね、これ、本体と接続してね、どうするかなんですよね。ここのね、パイプにしようかな。まだやってないんですけどね。だからここがね、ちょっと、あとでもう一回塗装し直さなあかんか分かんないんですよ。というのは継ぎ目ができる、今もこれ先にやっといたらいいんですけどね、塗装するのにねマスキングせんなあかんになるんでね、ここアンダートレーにね接続しちゃうと、だからこれだけまずさっき 塗装してね、塗装してからやろうかな。はい、こんな感じになってきました。ちょっとゴールドすぎるんですけどね、もうちょっとこうツヤがギラギラとしすぎてるかなっていう気はするんだけど、はい、今ちょっとこれとりあえずこんな感じね。あ、違いをちょっとシルバーとね焦げつけた後の違いですね。全体に、ゴールドっぽくっていうか茶色っぽくなってますけどね、もうちょっと焦げ色を強くね出していきたいなと思います。とりあえずこっちね、新品のねシルバーのマフラーが、焦げていくかのようで、ね、焦げフェチな方ね、焦げフェチというか焦げ大好きな方ね、たまらんと思うんですけどね、こういうシーンは。あとね、焦げ色ね、赤とかね黄色とかね青とかのね焦げ色の好きな方はこれとはまたちょっと違ったね、感じだと思うんですけど、ちょっと赤青も入れるんですけど、完全に メッキの上にね赤青を塗っていくような感じの焦げとじゃな影じゃなくて、この茶色い焦げの中にそういうなんかちょっと青くなってんのかな、赤くなってんのかなっていう感じを出していくっていう感じ。まずちょっとブルー先に乗せてみようかな。今回黄色はいらないと思うんですよ。ここの焦げがね茶色系なんで、ブルーをちょっと乗せます。で、完全にブルーに見せたらね、言ってるようにね変な感じになっちゃうんで、ちょっと違った焦げ色になっちゃうんでね、今回はねこの辺りかな。知れてるね。この辺りね、ちょっとだけの青を乗せていきます。ピントがね、気持ちですよ。青くなったら分かるでしょうか。この辺でもねちょっと乗せとこうかな。あ、これ後で行ってもいいね。まず今乗せましたけど、後で行ってもいいんで、とりあえずこっちも乗せとこうか。この後ね、赤も乗せたいんですよね、ちょっとだけ。こんな感じね、今思い切って青乗ってますけど、これはいずれ消えていきます。
はい、微妙な作業になっていくんでね、ほとんど見た目は分かりにくいと思うんですけど、色合いもね、そんながっつり赤青を出すわけじゃないんでね、ちょっとほんのり青のとことか赤のとこがあるのかなっていうね表現になるので、こんな感じかな、わかるでしょうか、赤がついたのはね、これで全体的にここに茶色が乗って、茶色いかな、焦げ色、オリジナルコムさんのオリジナル焦げ色がついていくんで、ね、そういう感じのようになっていきます、もうほとんどこの赤青はね、今だけですね、やってますよぐらいな感じのところだけしか出ませんので、残念ながらね、そっち系の方はね、残念ですけど、残念な感じはすると思うんですけどね、はい、そっち系って何やろね、そっち系ってチタンだね、チタンのこういう色、はい、そしたらね、乾きましたので今んとこね、こんな感じですね、どっちやねんこの焦げはっていう感じの焦げになってますけどね、はい、これにね、またオリジナルの焦げ色を乗せていきます。ちょっとね、青みと赤みを消していくという感じでね、でほんのりね、このオリジナルの焦げ色から、そういう色、ちょっとそういう色ついてんのかなっていうところを表現ね、出すという感じでいくんですけど、だからあんまり消したくないんですけど、さっき塗ったんで、後でうっすら足す分にはこのオリジナルの焦げ色塗っといて、足す分で出るんで、ね、消えていくことがないんで、そっちの方がいいかもしれないですけど、まあ、これで一回やってみてね、まあ、足らなかったらまた後で足すかな。ただね、付け加えていく分にはドバッとついちゃった場合にね、また消さなあかんので、こうやって付けてから消していくと、馴染むのと、そのいい塩梅のところで止められるんですよね。だからこっちかなという感じで手順をね、こっちにしたわけなんですけどね、こんなもんかな。ちょっとね、画像で見たら、まあ、赤く見えてるけどね、肉眼で見たらもう結構いい焦げ色になってるんですよね。こんなもんかな、どうだろうここが焦げたらんかな、ちょっとエアかけてね、乾かしてのせてみたいな、ここがね、ほんのり青いんやけど焦げとんねんみたいなね、焦げてんねんけどほんのり青いかほんのり紫かみたいなところね、画像でちょっと見えにくいな、ただのちょっと黒焦げに見えてる気がするな、どうやろう、この辺で見た方がいいのかな、色合いがね、ちょっと画像と肉眼とかなり違うんですよね。うん、これで OK かな、今回コムさんこれにしとこう、あ、裏側全然焦がしてなかったな裏側焦がしていこう、裏側にもね、青ちょっとうっすら乗ってるんでね、いい感じ出てくれると思うんですけど、ちょっとこうね、裏側もオリジナル焦げ色を乗せていってきます。このね、オリジナルの焦げ色だけやとね、焦げ茶色っぽい焦げはね、濃くなっていくんですけど、ち
とブルーとレッドっぽいね焦げ色がなかなか表現できないんで、今ブルーと赤を、ね、レッドを足したわけですね。そうすることによってこのオリジナルの焦げやねんけどブルーとレッドが入ってるよっていうね、焦げを表現できるっていう、これ画像ではなかなかちょっと見えないんですけど、こんな感じかな。はい、こっちもね同じようにしてやっていきます。まあ、これやったらこれでもいいんやけどね、ちょっと違うな、肉眼で見るのとやっぱりちょっとちゃうな。どこが本間の色なんやろ、ここら辺かな、この辺で写してるのが近いかな。ピンとこないですかね。あ、これ近いね。ちょっと明るいかな。画像の方、ちょっと画像の方が明るい。ちょっと 0.2 のね、 0.2mm のあの、調子が悪いっていうんでもないんですけどね、うっすらちょびっとでねかけていくと一番いいんですけど、めっちゃ時間かかるんですよね。だから動画向きじゃないんですよねこの作業が。だからちょっとこう走り目で塗装してるっていうかしてるんですけど、そうするとねちょっと若干違うんですよね、かかり具合が。部分って局部的にかかっていかないんでね、ちょっと強めにするとこう局部的にかけていくことによってね局部的な表現ができるんですけどね、特に青と赤やってる時は特にねそういう感じなんですけど、まあ言い訳ですけどね。まあこの今このねこの茶色いかな、このオリジナル焦げ色で、それをね消していってるんですけど、これ今めっちゃいい色出てるんですよ、ここ画像ではちょっと確認しづらいんですけどね、めっちゃ気に入りましたねこれ。いいんじゃないかな、この辺ちょっと濃いな、ここちょっとオリジナルにしようかな。これで OK じゃないかな。あと裏ね、裏でしょう。はい、最終的にこんな感じの色合いになりましたね。ちょっとブルーね、生きてますよね。これもね、時間経つにつれてちょっと薄れてくるというかね、黒っぽくなってくるんですよね最終的に。なのでこのぐらいに残ってる方がいいのかなって思います。でもしこれがブルー残りすぎてるようやったらね、もうちょっとこうなんとかしたいんですけどね、焦げ茶色の方に寄せたいんですけど、まあいいんじゃないかなと思うんで。ただね、このシリーズの MP45 のあたりのね、マフラーのね、画像としてはね、茶色くね、錆でもないんでしょうけど、艶消し状態なんですね。こんなキラーンとしてないんですよ。だからまあね、キランとしてない塗料を使って、どっちか言うたらね、茶色とか茶色系のね、普通の艶消しのね塗料でやった方がええのかなとは思うんですけど、まあこんな感じの色の方がかっこええような気がするんで、これでね、よしとしますけど、ここでねちょっと
艶消しのクリアを拭いて艶だけなくそうと。でその艶消しのクリアにちょっとねゴールドクリアというやつをね入れて茶色の方に振ってます。それをね軽くかけときます。それで艶消しにしてどうだろうかっていうところをね、やってみます。はい、まず裏からちょっと試しにね、いいんじゃないかな。あ、いい感じだね。もうちょっとだから焦げ茶にした方がいいのかもしれないですけどね。ちょっとこっち本番で全体にねかけていってみます。艶が消えるだけなんでね、色合いとかテカリじゃないな、テカリが消えるだけで、シルバーの光ってんのとかブルーのどうのこうのっていうのはあんまり変わらへんと思うんですけど、艶だけね、艶だけは消えると思うんですけどね。はい、ゴールドって言ってもゴールドじゃなくてゴールド系のクリアでね、ダメというかな、粒々銀色の粒々は入ってないんでね、その茶色いクリアを、まあ茶色のクリアあるんですけど、茶色のクリアよりいい感じだったんで、それをね、それの茶色い部分をクリア、艶消しクリアに足したという感じの塗料というかね、クリアコートになります。色合いこんな感じですよ。透明でしょ、透明で艶消しでちょっとね茶色寄りにっていうかしただけのものです。これをこうかけてね、艶消しにしていこうかっていうね、なんかこの銀色のねギラギラとした感じは取れないと思うんですけど、まあ、艶が消える分ねいい感じになるんじゃないかなと一応今期待してるんですけどね。はい、あ、いいんじゃないかな。はい、あ、比べてよかったね、良くなったと思います。ちょっとやっぱりねキラッとしてるのも欲しいしね、そこで艶消しとね、っていう感じで、あ、良くなったんじゃないかなこれで。はい、これで良しとします。はい、駅前にこんな感じでね塗料塗装ね終わってますけども、実際のね画像と比べたらねかなりギランとしてね綺麗すぎるかもしれません。もっとね茶色くして錆っぽい感じをイメージした方がいいのかもしれないんですけどね、まあプラモデルとしてはねこのぐらいにしといた方がいいのかなと、まあ、現実に茶色くね錆表現みたいな感じ、錆表現って言うんでもないんですけどね、茶色で焦げてるような印象のやつ作ってもいいですけどね、うん、それもまあ捨てがたいんですけどね、今回は これをねちょっとキランとしときたいんでこのぐらいにしときます。はい、で今からねこのタンクのねちょっと待ってくださいこれ落としたら大変やから、タンクの、キャップをね白く塗りました。で、これをね接着します。こうねほぼ真ん中、これを塗装してるんでもうねずれたらあかん、ずれたらあかんというか塗装がね乱れたらあかんので、そうだな、GP クリアにしようか、塗装がね傷むとまずいんで、GP クリアできます。こうね GP クリアで、こうつけといて、で、流し込みで、接着ね、すると。固定するというかな。しっかりとつけていく。まあ、このままでもいいんですけどね。GP クリアのままでも。こんなもんかな。真ん中。ちょっと浮いた感じになると思うんでね。GP クリアだけだと。まあ、キャップやからね。ちょっと浮いてる分もあってええのかな。モールドとしたらね、くっつけなあかんけど、キャップやからね、ものが、はい。もうちょっとくっつけなあかんかったら流し込みしようかな。はい、こんな感じで、どうでしょうか。キャップ、つきました。はい、まあ、こうしときましょう。ね。はい、できました。
ということでね、今日は、これで終わっておきたいと思います。長時間ねご視聴ありがとうございました。次回またね、頑張っていきますのでよろしくお願いします。で、コムさんのねいつものお願いとしてチャンネル登録ねどしどしよろしくお願いします。あといいねと、応援メッセージなどねコメントとね、ご意見ご感想よろしくお願いします。こうですね。でこれがねまたやっていきます。今日できなかったんですけど、まあ、またやっていきます。今日はこういう感じにしておきましょうか。で起動スパイプをね置いて今日は終了ということにしましょうか。つくかな、ちゃんとつくかないうかね、ちゃんとこう定位置に行ってくれるかどうか。はい、こんな感じね。はい、ということで今日はこれで終わります。マクラーレンホンダ MP4-5 でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまたね次回お会いしましょう。さよなら。